朝早いね。何のうなずき。今回は北海道帯広にやってきました。まだ着いたばっかで、今気温はマイナス6度ぐらいです。寒いよ。これから帯広観光していきたいと思います。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。今日は飲んだり食ったり飲んだり食ったりです。へー、おいしそう。うどんを食べに行きました。はい、楽しみです。美味しかったね。ごちそうさまでした。とても良いご飯でした。はい、じゃあ次行きましょう。あ、うまみに行きます。ちょっとお腹いっぱいだから、そうだね、お腹すかせる旅に出ます。はい、歩きましょう。はい、あっちだよ。そうだよ、そうだよ。息3で十勝村まで歩いてきたわけですが、全部休みでした。全部定休日だよ。なんかちゃんと調べなかったね。いや、やっちまったな。ちょっと巡るか、なんかあるかもしれん。競馬お休みなんですが、マンパっていうんですか。そう、競馬場ですね。でもなんか普通のさ競馬場とかと違ってさ、やっぱこう坂あるね。
あ、そうね、そうね、直線なんだよ、そして。いや、見たことないね。え、見たことある。なんか上から見たら分かりやすいのかな。すごいね、あそこがスタート地点で、はい、めっちゃ馬鳴いてる。あ、いるいる、いたいたいた、触れてる。触れ合い広場みたいなのあるらしいね。見てみましょう。触れ合い広場はね、火曜日定休日だったからギリギリやってるよ。かっこいい。普通に競馬もやってんだね。ね、一回ぐらいやってみたいんだよね。多分他の地域の馬券買えるからできるっちゃできるんだよ。最近オンラインでも。そう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 。あ、かっこいいこれ。うわ。あ、こっち。こっち。うん。筋肉すごい。ね。お馬さんあるよ。マリちゃんです。マリちゃん可愛いね。マリちゃんめっちゃ可愛い。こんにちは。あらいや、めっちゃ可愛い。めっちゃ食ってる。せっかくなのでやってみるか。はい、いいよ。ありがとうございます。はい。あ、モンスター持ってる。ちょっと怖い。大きいね。え、痛い。ちょっとやって。ちょっと大きい。こんにちは。大きいね。おお、こんにちは。あ、こっちからだと怖くないよって言ってくれてるのかな。あ、かわいい。またね。ね、かわいいね。食べれる？あ、よかったよかった。ありがとね、またね。もう本数が全然ないよ。ねえ、申し訳ない。でも、もう一個買ってくるからかわいそうだな。かわいそう。もう一個買ってくる。買ってくる？こうやって馬に情緒を揺さぶられているのでした。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。一人一本。プリンスくん。よかったよかった。大きいね。こんにちは。バイバイ。バイバイ。これ200円で体験できるのすごいな。圧、ね、すごかったね。圧すごかった。かわいいわ、ね、平日だから誰も来ないから。いい体験でした、ね、地元の子たちと触れ合いやってるの。写生くんすごいな。六花亭に来ました。来ました。楽しみです。これはスナーさんのご要望でございます。はい、私が行きたくて来ました。スナーさんリクエスト。六花亭の帯広本店来ました。はい、買いたかったのが、これがマルセイアイスサンドってやつ。これが帯広と、六花亭のうち3店舗しか食べられないやつ。で、こっちが帯広市内の六花亭でしか食べられないサクサクパイってやつで、これ賞味期限3時間っていう。やば。そう、これ食べてみたかったんですよ。ね、楽しみだ。
クリームなの？うん。へえ。もうすっごい軽い。うん。めっちゃ美味しい。よかったですね。おビール来た甲斐があって。下のコーヒーはおかわりの制限らしいです。無限おかわり期間。白いとこは？アイス。アイス。あのマルセイバターサンドのアイスバージョン。うん、へえ。よかったね。うん、大満足。はい。おお。綺麗綺麗。あら綺麗。あ、いいですね。あら、いいじゃないですか。あ、すごい、必要十分。本当だ、ね、全然仕事できそう。何しに来たんだ。ゴリゴリ仕事できそう。はい、まあ、ちょっとこの後仕事します。3時にチェックインしてます。で、あと1時間、2時間ぐらい経ったら、あのそろそろ居酒屋さんも開き始めると思うので、はい、飲みに繰り出したいと思います。繰り出しましょう。先に真面目です。真面目と書いて本気です。じゃあ荷物を下ろしましょう。はい、はい、カミニ味噌豆腐とめっちゃうまそう。そして札幌クラシックでございます。初じゃん。本当は昼飲めたけど昼から飲まなかった。そう、夜にも。あの匂いからすごい。こちらごぼうの天ぷらでございます。でもなんかこの景色で出てくるのが楽しいじゃない。一番違うと思ったんですよ。全然違う。高級。美味しかった。めっちゃ美味しかった。すごい良かったね。大満足です。セコマ行く。セコマ行きます。この後はセコマで二次会用のおつまみとかお酒を買いたいと思います。最高の一日でした。2日目も楽しみます。